シナリオ読み込み型創作ツール、ハチへようこそ。ドイツのベルリン水族館に出現した5匹の SCP-3375 個体。アイテム番号、SCP-3375。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、北アメリカ及びヨーロッパで公的に運営されており、500種以上の魚を飼育しているすべての水族館は、SCP-3375 個体の出現を監視する必要性があります。SCP-3375 個体が公の場において明確な記録に残された場合は、財団偽情報チームが、SCP-3375 は市営機関から貸与された訓練動物が関わる特別イベントの支援の一環であったという物語を広めます。影響された水族館のすべてのスタッフも同一のカバーストーリーに基づく説明を受けます。SCP-3375 が残した貨幣は収集して最寄りの財団所有施設に保管します。SCP-3375 が残した書き置きは、水族館職員や見物客から目立ちすぎないような手法で取り除かなければいけません。カリフォルニア州北部のモントレーベイ水族館にて、食事を終えたばかりの2匹の SCP-3375 個体。説明、SCP-3375 は、北アメリカ及びヨーロッパ大陸にある公営水族館での自発的出現が観察されている異常なヘテロコングリネー、チンアナゴアカ、の一段を指します。SCP-3375 個体の外見と全般的な振る舞いは、異常性のないチンアナゴと同一です。限られた収集済みデータによると、SCP-3375 個体は通常、巣穴を掘るのに理想的な気質の砂が敷かれている大型の水槽ディスプレイに現れ、定期的な餌の時間になると砂中から頭を出します。SCP-3375 は非常性のチンアナゴと異なり、その場にある小さな食物を迅速に摂取し、エリア内にいる他の生物の存在には動揺を見せません。シーライフ、ロンドン博物館で餌が来るのを待つ SCP-3375 個体。食事期間に続いて SCP-3375 は砂中に戻り、30から60秒のち、1枚のシグロス貨幣を口に加えて再出現します。SCP-3375 個体は砂の上に貨幣を置くと、自身が出現した巣穴へと交代します。一旦 SCP-3375 が砂上に見えなくなると、その個体が占めていたはずの巣穴の痕跡はすべて消失します。SCP-3375 によって生成された貨幣は、不自然なほどに真新しい状態であることを除けば、異常な特性を示していません。SCP-3375 出現時小中の水槽に餌が投入されなかった場合、SCP-3375 は巣穴に留まり、穏やかに付近の魚を観察します。10分以上食物を待っても来なかった場合、SCP-3375 個体は貨幣を生成せずに巣穴に戻ります。ごく稀に、通常は複数の SCP-3375 個体が同じ場所に出現した際、最初の SCP-3375 個体が巣穴から出て最も近隣の平らな表面を探し始めることがあります。その後、この SCP-3375 個体はオブを用いて暗色の粘液の層を沈着させ、という文言を記します。当該行為を行った SCP-3375 個体は巣穴に戻り、存在するすべての SCP-3375 個体が各々にシグロス化を生成して小山城に積み上げます。その後、最初の SCP-3375 個体は小山の中央にもう一枚追加のシグロス化を乗せます。SCP-3375 は生息する動植物の点において非常性のチンアナゴが好むものとは大幅に異なる水環境にしか出現しないという点は特筆に値します。